八王子警察署は犯罪抑止などを目的として2009年度までの3年間で管内に1000台の防犯カメラの設置を目指していることが分かりました。防犯カメラはひったくりやひき逃げなどの捜査に役立っていて、八王子署でも2年前にひったくりの多発地域に防犯カメラを設置したところ、その映像から犯人逮捕に結びついた事例があります。こうしたことから八王子署では今年2月から市民らに防犯カメラの設置や犯罪が起きた場合のカメラ映像の提供を呼びかけています。現在こうした呼びかけに応じた防犯カメラはおよそ350台で、八王子署はこれを2009年度までに1000台を目標に増やしたいとしています。八王子署では防犯カメラの設置により犯罪抑止や犯罪が起きた場合の迅速な解決に役立てたいとしています。